才なことはもう間違いがないです。天才なことはもう間違いがないです。吉本ってやっぱ5年に1回ぐらい天才入ってくるんですけど、ちゃんと入ってきました。10年に1回ですね、こいつに関しては。ただそのでも天才というのはですね、才能、センスによるところが大きいので、ネタが受けなかったり周りの同期が売れ出すとですね、辞めてしまう人が非常に多いんですね。なるほど。で彼もその類かと思いましたが、見事に、前戻ってきました。いろいろありましたけどね、いろいろ考えた天才強いですよ。